皆さんどうもこんばんは。今日1月のね、27日月曜日です。今日は雪がね、降らなかったんですけど、代わりにね、明日ね、降るかもしれないということで、まあ、一応ね、なんかベランダに出てる植物とかは、雪がね、積もらないように軒下に入れたりとか、そういう対策をしました。まあでも寒いことには変わりないですね。昨日もね、ちょっと夜風が出てきて寒かったですけど、今日はまた昨日よりもね、ちょっと寒いですね。明日雪が降るのかどうか。まあ多分ね、降ってもね、さほどね、交通に影響があるとか、そういう程度じゃないと思うので、まあね、一年に一回ぐらいは雪見てみたいなっていうのが正直なところですね。で、今日はね、私としてはね、まあ、のんびり過ごした方なのかな。まあ、常にね、もう頭の中がね、疲れている状態なんでね、どれだけ疲れないようにね、過ごすかっていう、もうね、普通の人とはね、ちょっと逆のね、生活感ですね。で、まあ、ちょっとね、飼ってるペットのね、掃除ケージの掃除とかね、したりしてましたかね。あとは、ポイントサイトとかね、クリックして、アンケート答えたりとか、そういう日々でしたね。あとでね、パソコンつけたら、まあ、そのポイントサイトのね、アンケートの続きとかね、それから、まあ、ちょっと投資信託のね、今の状況とかね、確認したりしようかなと思いますね。で、今日のメニューなんですけれども、雑穀ご飯と、エビシューマイかなと、これはなんだろう、ほうれん草のおひたし、それから納豆、かぼちゃの煮物、で、キムチ、温かい緑茶と、以上のね、献立になっております。もうほんとね、毎日ね、色のバランスがね、整って美しくてね、ありがたいですね、本当に。これ自分で作るの大変ですよ。まあね、まあ好きなもの食べたいときはね、やっぱあるんでね、一人暮らししたりするとね、やっぱもう実家の味じゃなくてね、もう外食の味になれちゃうんで、たまにね、もう多国籍なね、料理とか、すごくジャンキーなものとかね、やっぱ食べたくなるんですけどね、なかなかね、ちょっと体悪くしてからいけないっていうのが実情で、まあそれもストレスの一つっちゃ一つですね。とは、まあ言ってもね、まあ自分で何とかしろよと思うかもしれないですけど、健康な人にはね、自分が経験してみないとね、結構ね、他人事で理解できてるように思うんですけど、いざね、自分がその身になってみるとね、いかにね、それが分かったふりだったかっていうことがね、分かると思うんですよね。だから悪気があって言うわけじゃないかもしれないけど、軽はずみにね、自分は健康なのに、体がね、悪い人とかに対して分かったような、感じでね、話をするっていうのを、まあ、一つね、ちょっと考えてもらえたらいいなというのが、一度ね、ハンディキャップを持った人たちのね、思うことでもあるのかなーなんて思いますね。はい。というわけで、まぁ、ちょっと話がね、それましたけども、今日ね、夜の7時40分ぐらいですね。ご飯いただきます。